こんにちは、即課塾の久保ですまあインターネットには不可能はないという事実をまたね目にしてしまいました、まあ、私がこの業界に入って非常に多くのね奇跡を見てきたんですよもう奇跡がね当たり前になってましたねそれは自分の身に起きたことでもあるんですけども、うん、まあ赤字だらけのね借金区の麻雀店のおやじがですよ私がですよ40から始めたパソコンインターネットで今49になってねもう全ての 問題を解決して、うん、それまで家庭など持つことがなかった私に家庭や子供がいてそれまで賃貸の3万5千円すら払えなかった私が一戸建てをもうローンなしで今ね住んでいてずっと憧れだったあナイトライダーにも、うんまあ、乗ることができて今車庫にありますよ、まあ、そればかりじゃなくてね本当に多くの人とつながらせてもらってなんかね これから何かを挑戦したいっていう40代50代のうんなんか励みになるんじゃないかなと私は自負していますまあ、今回はね自分のことを言いたいんじゃなくて実はねうんなんかどこに住んでるのか分かりませんけども本当に貧しい家庭の小さなお子さん5歳ぐらいのねムルサダくんっていうのがいたんですよその子はサッカーが好きでいつもサッカーボールを友達と蹴っていたんですよであのメッシュ選手っていうのがねいるんですよね楽天にもいたメッシュっていう有名な選手が でそのメッシュのことがとっても好きでちょっと胸が詰まるんですけどねでいつも応援してたんですよねまあでも非常に貧しくって試合なんて見に行けるわけがないしサッカーボールもまともに買ってあげられないようなそんな家庭だったんですよねある時お父さんがレジ袋がメッシュの着ているユニフォームの柄にそっくりなのを見てそのレジ袋を買ってですねそこにメッシュ10番って書いたんですよそれを ムルサダ君にプレレゼントしたんですよ、ね、レジ袋ですすよよねジ袋そしたらムルサダ君をすごく喜んで感激したんですよね感激して喜んでで知り合いがその模様をフェイスブックにシェアしたらしいんですよそしたらそれがものすごい反響を呼んでメッシュ選手ご自身がそれを知ることになってでいろいろあったけどもメッシュ選手はムルサダ君に自分のユニフォームをプレゼントして自分の試合に招待したっていうところまで、ね、来たんですよね でそれからあ感動は感動を呼んでこのムルサダ君という少年がもし15歳までサッカーを好きで頑張っていたんなら全てのサポートを引き受けるための基金をスタートしますということでムルサダ君はね今ね頑張ってサッカー選手になるために日々ボールを蹴ってるんですよねでもまだ5歳の少年ですつまりこの物語っていうのはゴミ袋のユニホーム をお父さんからプレゼントされてそれで感動してフェイスブックフェイスブックにシェアされてほんと数か月の間に出来事なんですよねこんな奇跡があるわけなんですよ、まあ、ですんで私は思うんですけどもいくつになっても、うん、自分の持っている夢とかは恥ずかしがらずに表現することかなと思うんですよ、あのー、そもそもね笑われるぐらいいい大きくななとと夢じゃないと思うんですよ、うん、だから40になっても50になっても破天荒な夢をね 周りの人に語って聞かまあそれは周りの人は励ますことでもあると思うんですよ。あいつがちょっとおかしいこと言ってるぞ。あでもなんかいつも言ってるよねと。そうかああいうことをね夢を語るってかっこ悪いことじゃないんだ。じゃあ自分もちょっと人に話してみようかな。実はみたいな感じでね。どっからでもいつでもチャレンジして遅いってことはないと思うんですよ。 分かっっててっててていいいいいいらななここととほどもたじゃあね、今回のエピソードは私がくどくど話すよりも、概要欄からあ URL リンクを見ていただければと思います。タイトルは、ゴミ袋を着てサッカーをする貧しい少年、写真を見たメッシー選手がしたことは、あメッシー選手なんですね。サッカーのこと全く分かりませんので、メッシュ選手かと思ってた。それじゃあ、いってらっしゃい。